ちらですね。最初前半本当こういったインターセプトが結構多くて、はいはい、まあ、そこを確実にフルタイズの方が抑えてという形での、まあ、点差になったんじゃないかなと思います。そしてこのね、先ほど申し上げましたが、清水選手のこういったパワーランが、はい、効果を生むがゆえにというところがあったと思います。はい、ランプレーでゲームが作れてたんですよね、はい、前半に関しては。まあ、もちろんこうやってランプレーが出ればパスの方にも全然要するにカバーをランしなきゃいけないという関係でパスもしやすくなるというふうになりますから、はい、でこちらはこれ追加トライフォーポイントですね。その後1本返した後のこれはインターセプト、こちらこれは本当不意をついたプレーでしたね。はい、よく投げましたね。はい、やっぱり、まあ、南竹選手がホルダーに入っているがゆえに、はい、可能になるプレーですよね。そうですね、はい、まあ、それでもなかなか綺麗にこう決まるもんではないんですけども、ね、はい、まあ、でも本当に堅多分あの地点からなので堅実に3点だろうと、はいはい、誰もが思ったんじゃないですかね。思ったところでの本当不意を打ったプレーでした。はい、でそれを取って1本差14対7でこちら、はい、まあ、これで終わらない前半でしたよね。はい、でここでまた、はい、そうですね、太田バックがファンブルしてしまってその後に積みた選手が走って走って、これをなんとか、はい、大きなリターンでタッチダウンなんですよね。はい、これも本当1分切ってるところですから、はいはい、まあ、本当にそれぐらいだともう終わりなんじゃないかっていうのを本当にですね、はい、そこに対して、まあ、21対7から始まった後半だったんですけども、はい、まあ、なんというかこう2本差14点差2タッチダウン差のこう難しさっていうのを守る側の難しさをこう、はい、痛感させられる後半立ち上がりでしたよね。はいはい、まあ、最初のところで3点取ってその次でこのですね、しゃべりパスでの逆転と、逆転と、はい、こうひたひたと追われていく中でなかなかこう打開策を見出せないブルザイズ、はいはい、自分たちのオフェンスもなかなかゲインすることができずに、一方アズワンは非常に効果的な、オフェンスプレーコールによって、はい、まあ、が逆転にまでたどり着いたわけですけれども、はい、まあ、ですが本当に、まあ、両チームともですね、本当にいいプレーはいろいろあってというところで、まあ、点数的には本当最後10点差になってしまいましたけど、はい、前半その要はアズワンの方のミスに対してブルザーズがしっかり点を取り、はい、で2本下がったんですけど、まあ、その後に本当にじわじわと、まあ、そこら辺のミスを犯さずアズワンの方が実力を出して、そうですね、で逆転したという試合になったと思います。はい、